デーデー、ガールズは、原田真帆の小説。文芸単行本番では、ファンタスティックガールズ、岡山、1980の副題が添えられている。2015年に映画化された、小電社の恋愛文芸機関雑誌、フィールラブに2009年統合から2011年統合まで連載された作品。読み切り専門誌を歌い、そのように編集方針が取られる同誌の中では、 珍しく連載枠によって発表された作品である。連載終了後の2011年8月に、小電車より文芸単行本として観光発売された。40代となった女性2人の青春の思い出を返し、1980年と現代の2つの時代における岡山県岡山市を物語の舞台として恋と友情を描いた青春物語。 作品の舞台となった岡山市は、著者である原田にとっては、思春期を過ごした場所でもある。特に本作の主人公たちが通う学校は、原田の母校である、山陽女子高等学校がモデルとされており、そのため2015年の映画版では、同校が特別協力団体の一つに名を連ね、それが強調された演出が取られている。タイトルに使われている、礼礼とは、同地の方言である。 岡山弁において、すごいもしくは、とっても、という意味を持つ就職語である、ドエライが変形したものである。これは主に旧備前地域で使われる言葉であり、現在の岡山県内においては同様の意味の、就職語として、ぼっこ、協定で知られるようになった、ぼっけいの他にも、妖怪ウォッチで知られるようになった芸、モンゲーあるいは、うちの変形。なお、ビンゴイキそのものは、 岡山県下ではないが、隣接域として交流のある、茨城や笠岡市の再域などにおいては、言語の融和が起こっている場合も見られ、使用されることがあるなどが並列して使われている。その中において、霊霊は、比較的軽度の強調を意味しており、感情の強度から言えば、無事霊霊簿系門題となるため、これらすべてを用いて、感情を表現する場合もある。 これらの言葉を本義を持って、英語表現に直した場合は、ベリーに相当するが、ガールズのような名詞には使用されない。今回の場合、意味合いから、ファンタスティックが適切となる。40代半ばの秋の日、漫画家、小日向あゆ子として、多忙の日々を過ごす笹岡あゆ子のもとに、自身の出身校である、岡山白崎女子高等学校の同窓会から、同窓会の誘いを兼ねた、 記念公演の依頼状が届く。だが、あ子は依頼状の差出人である、萩原和子という人物に心当たりがなかった。手紙からすると一氏は、同行の女教師で、あ子のデビュー当時からのファンらしい。結局、誘いと依頼に対して断る理由を見出せなかった、あ子は一路、岡山に向かう。懐かしい地に降り立ったあ子は、その光景に遠い昔を断片的に思い出していく。 東京から岡山へと引っ越し、新しい暮らしに馴染めずに友人などいなかった高校時代。そんな彼女に知らず、寄り添うようになったクラスメイト秋元武美との思い出を。翌日、同窓会場である母校で休校を温めていたあゆこの前に招待者である小木原和子が挨拶に来る。同様に挨拶を返すあゆ子だったが、周囲の同級生たちが笑い出す。 和子は意味ありげなそぶりをするとあゆこだけに見えるようにジャケットの袖を裏返しその部分を見せる。そこにはあゆことたけみだけが知る二人の青春時代を象徴するある印が存在した。実は小木原和子はあゆ子の高校時代の友人である秋元たけみその人だったのだ。ついにかい今見えた青春を共有する二人のかつての少女は その記憶に淡き、日々を鮮やかによみがえらせる。孤独だったあゆこと、彼女にちょっかいをかけてからかっていたたけそして二人が惹かれた、かっこいい大学生、秀穂くんの存在。そんな彼らにまつわる一つの物語の記憶を。映画などたメディア作品における演者については、後日の各説を参照第9話紀子の監督、四季により、ファンタスティックガールズでー ガールズのタイトルで映画化された。映画の舞台及びロケ地となった岡山県において2015年2月14日に先行公開された後、2月21日に全国公開された。クランクインにおいては2014年9月23日、岡山県の山陽女子中学校、高等学校で制作報告会見が行われた。ユーキビアオと足立理科がダブル主演となる。 ありがとうございます。